こんばんは。今回はリリカを使ってきます。ミラリリカは多分過去にも使ったと思うんですけど、今の環境でも意外と使えて、まあミラは別にここの枠オスとかにしてあげると、この編成ちょっと後継者が少しだけ重たいので後継者メタになっていいと思うんですけど、持ってないんで今回はミラでやっていきます。でまあミラのいいところは、まあ、何よりこのリーダースキルですね。この封印が効かなくなるリーダースキルがあるんで、まあ、リリカにヘリを持たせることが可能になるので、ここはいいですね。もしオスをリーダーにする場合はシルビアとかがいいのかなと思います。でまあ詳しいことは後半で喋っていきます。とりあえずどうぞ。後継者アナゼコルネね。なるほど。うわ、オルタラケ、ミアラケじゃなくてオルタラケなんだ。まあ初手は変わらずリリカ、はい、おい、やっぱスマジュなんだコルネって。どうする相手、後継者ね。ほいほいほい。まあどっちみち交代しないからいいんだけど、ほいほいほい、オッケー。でここコルネにすんのかな、じゃあ相手。あ、アナゼね。ほ、ここどうしようかな。もういっか。ミラで行ってもいいよね、正直。まあいいや、どうせ変えられちゃうと思うから。お、危ね。ほい。ここどうしようかな。変えられちゃうだろうけど。まあ変えるよね。ここでできれば SS をちょっとだけでも貯めたいんだけど。はい。はい。はい、あ、無理きついきつい無理無理無理、さすがに無理よ。じゃあここでラストリリカ行こうか。ほい、オッケー。コルネルチア後継者ね。なるほど、コルネやっぱ増えたね、だいぶ。でルチアもそこそこ生えてきて、後継者ももともと多いけど、後継者初手で後継者コルネの場合ってなんか後継者みんなあれ持たせてるけど、ピアナ持たせてるけど他の方がいいような気もするんだが、ロブラケとかの方が安定しね。あ、でもそっか、普通のルグノスとあれと変わんないのか。ほう、怖いなぁ。うわぁ、やべ、やられた。着地地点を狩られるとめんどいね。ただ、SS をどっかで貯めたいんよね。貯めて、海へを撃ちたいんだけど、ちょっとここはまだ溜まんなそうだから、一回リリカで。ピアナ、はい。うわ、うまっ避けて撃つのうまいな。今手前フリックしたないか。うまいね。どうする、後継者変える、変えないね。 OK、 ピアナ、ほっ、お、なんだなんだカーブだと思った、 SS 来ると思ったのか。砂向こうとかは特にない感じ。ほっ、よし、 OK、これで吸えるんで、はい、リーが行ってこーいということで、後継者ね。お、はい。うわー、うま着地狩り、これが苦手かな、リリカは。やっぱ隙ができてしまうんで、そこが弱点。お、吸われてる間はいける、OK。ラスト後継者かな、やっぱり。あのミアのところをオスとかにしてあげると後継者はより一層安定するかなと思います。コルネはだいたいこんな感じで吸って倒す感じかな。はい、リリカシーナアマタ、ほう、リリカ普通にストロークでサーブじゃないんだね。シーナ出してくれると助かるんだけどな。シーナも普通に倒せたから
シーナ VS のところも取ってみたいな。こう。初手アーマーでもなんか最近ちょくちょく見るようになった気がする。おい。こう。はい。ほい。ほい。ギリ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 。シーナ来い、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 シーナ来い。来たーよし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 。ほい。の、まあ、入れ番はしないので、そこは得点源ならないんだけど、基本的に、だから相手の PS 次第かなって思います。このハイジャンを相手が取れるかどうか。後ろにいるとちょっと、このスマッシュ取りにくいから、得点力はあると思うんだけど。で、隙があればルミエで吸ったりすると、より一層安定するかなとは思います。あぶれ、あぶれ。これ意外とミスリズム怖い。この辺か？はい。あー、打とった。まあいいや。ここで、まあ、このまま行ってもいいし、ルミエで吸ってもいい。どっちでもいい。まあ、このまま行くか。はいはい。これか？ほい。よしよしよし。後ろにいるとね、やっぱ、ノーバンで取れればこれ取りやすいんだけど。どこも行っちゃおうか。はい。はい、効きません。よいしょ。オッケー。いかがだったでしょうか。まあ、ルミエの枠。ルミエの枠は、基本何でもいいんですけど、この編成だとやっぱコルネとか、そこら辺がめんどくさいので、そこら辺を沈められるキャラだったら他のでもいいかなと思います。あとは、タイアナでの場合は、カウンターでのダメージが痛いんですよ。普通のスカルとかのダメージは、あの、不要無効とスロー無効でなんとかなるんですけど、カウンターの方が痛くて、そっからのドロップとか SS とかはしんどいので、ここら辺は頑張らなきゃいけないなと思います。あとは、今コラボ中のこのシーナですね。シーナは、相手の PS 次第かなと、ハイジャンスマッシュを取れる相手だったら、きついなとは思いますけど、基本は多分いけるとは思います。あの、耐えて耐えてヘリオで決めに行く感じですね。で、次ギアについて、なんですけど、まずミラのギアは自分はミラだけにしてます。これはですね、こっちがサーブ時はあのフラットサーブからの、まあ、ジャストとかスマッシュで封印できるからいいんですけど、レシーブ時ですね、レシーブ時に封印したい時にこれを使います。あのジャスト、自力ジャストを出せる人であれば、あの他のラケットでもいいんですけど、自分は確実に封印するためにこれにしてます。で、靴は自分はいざね、あの中途半端な SS ゲージでアナゼと対面した時になんか困らないようにこれにしてるんですけど、なんでもいいんじゃないですかね。基本は基本的に SS とか打つわけではないので、まあ、サーブ時でジャストで封印したりとかミラだけで封印するぐらいなので、基本置物なので、まあシューズはお好みかなと思います。で、リリカなんですけど、リリカは基本的に初手を担うので 32% をつけてあげるのがいいかなと思います。で、靴はリリカの動画でも紹介した通り、このスロー無効とスマ無効、これつけてあげると、まあ安定はするかなと思います。ルミエ撃たれた時とか、あとはタイアナゼとか、いろんなシーンで対応できるので、この組み合わせが安定かなと。で、ルミエはまあ普通に交代時と、あとエリアですね、まあ、これはまあお好みですね。で、まあエンブレムなんですけど、エンブレムはまあ正直何でもいいかなと思います。自分は不要無効がつく前にミュウエ撃たれたらめんどくさいなと思って青エンブレムにしてます。ここはまあ好みかな、何でもいいと思います。はい、ということで、まあいや結構強いんでね、組める方は使ってみてください。ということで、ここまでありがとうございました。お疲れ様です。